でもやっぱしね、私の場合はまあ初任理系なんちゃうけどね、都心部の撮影よりやっぱし、地方の撮影の方のが気が楽っすね。それぐらいがちょうどいいっすね。まあ強いて言うなら願わくばもうちょっと広い方の方がいいですけど、よいしょ。まあまあ歩いたけど、ちょっと線路が先で合流してきて見てもいい頃やもん。車のホースは向こうみたいですけどね。まあ確かにスタンドとかもあるし。背中の道は走ったことはないもんな。これは何なんだろう。謎の食いかすを取っておく。横から。日差しがちょうどこう隠れる感じでね。いやー、絶妙ですね。白西自動車。城西かな。いろんな読み方ありますもんね。四日市にある地名は白西ですし、岡崎行ったら岡崎城西ですもんね。全然出発せんけど、街の中にはしてんだね。すごいな。あと気がついたら玉城町に入ってるんですね。そういや、皆さん持ってる袋が多気町のゴミ袋じゃなくて玉城町のやつだ。なんか嫌かなですよね。滝があって、玉木があって、で、鈴鹿には玉ガキがありますからね。そう。時々、頭の中でごっちゃになるんですよね。よし。どうかな？この辺りからだんだん線路が見えてくるのかな？あ、でも線路見えてきたわ。合流してきてるってことは近いな。こっちの方向でいいみたいですね。
その時期だもんな。あ、おはようございます。あれ、今列車が近づいてくる音がしたぞ。行ったね、列車行ったね。絶対間に合わねえやつじゃん。これは大丈夫なんですよね。8時29分から大丈夫ねってのはず。これの後にもう一本、結構ここは感覚詰まってくるはずなんですよ。あれ合ってるよね。で、もう近いんだけど、こっち入っといた方がいいんかな。あ、あるあるある、なんか書いてある。あ、じゃあこれあれか、津波のやつか。実績浸水者29年の時ここまで来てんだ。結構この辺結構勝手に行ってたんだ。結構高いですね。血の首ぐらいの高さまである。すごいね。反乱して一気に来るんですね。でもこの辺りも完全に床上浸水ですもんね。わ、大変だ。違ったな、また道。いや、いいのか。まあ、方向は間違ってねえはずだからな。あ、いい感じで列車が、まあ、反対方向だ。行き違った感じかな。あ、本当だ。さっきから田中さんに変わってるわ。ね。よし。先考えてみたら、なんだこれ、なかなかな。なかなかに古い、表情する。